どうも皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきありがとうございます。前回フルサイズミラーレスカメラのおすすめトップ5を紹介した動画をアップロードしましたが、今回はですね APS-C のミラーレスカメラのトップ5のランキングを動画にしたいと思います。ぜひご興味のある方は最後まで動画をご視聴ください。あらかじめお伝えしておきたいことがありまして、僕はですねカメラで撮った写真や動画を YouTube や Instagram にアップロードしている、アマチュアとなります。なのであくまでプロの意見ではないので、一つのエンタメとして、こちらの動画を、ご視聴いただけると幸いです。そしてはじめに APS-C カメラのメリットについても触れていきたいと思います。APS-C のセンサーを搭載しているミラーレスカメラは比較的小型で軽量です、値段もお求めやすくて、画角がですねフルサイズっていうセンサーの、ものに比べると 1.5 倍、画角が、クロップされるというか、まあ、ズームされるので、まあ、よりね遠くの被写体を捉えたい、方、まあ、例えばなんかディズニーのパレードを撮りたいとか、なんか野鳥を撮りたいとか、まあ、そういったこう遠くの被写体に向けてね撮影する場合に非常に優れている、カメラのセンサーサイズとなっております。そしてここからはですねおすすめのカメラを、紹介していきたいと思いますが、まずは5位からですね、こちらは富士フイルムから発売されている XE4 というものです。詳しいスペックはこちらに表記しておりますが、興味のある方はねストップして見てみるといいと思います。あくまで、メリットとデメリットまでの紹介とさせていただきます。なぜかというと、まあ、話がすごい長くなるからですね。ではメリットについて、触れていきたいと思いますが、富士フイルムならではの、フィルムシュミュレーションというものは、フィルム時代のね色味というものを簡単に再現してくれるものなので、まあ、初心者の方でもね写真編集ちょっとめんどくさいって思われる方非常に多いと思います。もちろんチャレンジしたい方もいっぱいいると思うんですけど、まあ、そういった方に向けてですね、簡単にカメラ側が色味を決めてくれるので、まあ、素晴らしい機能ですね。そして2つ目のメリット、高級感があって伝統的なデザインになります。実際に展示されているものを触れたことがあるんですけど、まあ、非常に高級感が触っていてあります。しかも伝統的なデザインで高額なカメラであるライカっていう、まあ、50万とか何百万とかするカメラがあるんですけど、そのカメラのデザインに多少似てるので、まあ、個人的に見た目は大好きです。で、豊富なレンズラインナップを、楽しむことができるのも一つ富士フイルムの、カメラの魅力となっています。まあね、他社製品、まあ、サードパーティーっていうところのレンズも最近出てきているので、まあ、そこもね、これからに期待となるものとなります。デメリットですね、手ブレ補正非搭載です。なのでね、まあ、特に動画撮影をしたいという方にはちょっとね不向きな部分もあると思いますし、気を使わなければいけない部分にもなってきます。グリップがないので手持ち撮影しにくいです。うん、なのでストラップをつけて、まあこうね、スナップ感覚で撮るのが個人的には一番いい、まあ、持ち歩き方なのかなと思っています。お次がですね、4位のカメラに移りたいと思います。こちらはソニーの α6400 という、カメラになります。スペックはこちらです。メリット紹介します。高速なオートフォーカス。ソニーのカメラ全体に言えることなんですけど、オートフォーカスの性能とても優秀です。早いので、まあ、被写体をすぐに、検知して、ピントを合わせてくれるので、ここはね、何度も、僕も救われた場面多いです。でね、富士フイルムのカメラも、レンズのラインナップ多いっていう風に伝えたんですけど、まあ、ソニーはですねもっとレンズのラインナップが多いです。サードパーティーからもたくさん出てますし、純正からもたくさん出ているので、まあ、本当に、まあ、安いものか高いものまで、まあ、様々な、ね、層に向けて選べるのが魅力な部分かなと思います。このカメラのデメリット、手ブレ補正やっぱり非搭載です。まあ、基本的に10万円ぐらいのカメラって手ブレ補正搭載していない機種の方が多いので、まあこれはもうしょうがないデメリットになってくるかなとは思うんですけど、やっぱりデメリットの一つとして挙げておきたいと思います。その他はね正直あんまりデメリットってないので、まあ個人的にはですよ、もちろん細かいところを言えばいっぱいあるんですけど、まあ個人的に初心者中級者に向けてだとあんまりデメリットないカメラだと思います。そして3位を紹介するんですが、ニコン ZFC ですね。最近発売されたばかりの新しいカメラです。スペックこちらになります。メリットですね、クラシックな、デザインで見た目が非常におしゃれなところですね。まあ
実際に触れてみたんですけど、すごいデザインはいいなと思います。クラシックなデザインで、まあ、昔ね、一眼レフであったニコンの、フィルムカメラかな?フィルムカメラであったデザインを踏襲しているような形で、まあ、少しね、こう、現代的なデザインも組み込まれているのが、またそこもいいところなのかなと思います。まあ、僕の中でちょっと思ったところで言うと、触った感じね、なんかね、高級感はそんなに感じなかったんだよね。僕だけかもしれないんですけど、あんまり、なんか感じなかったですね。まあ人によるんだと思うんですけど。でまあそれがいいっていう人もいますし、まあシャッター音もね、まあなんかカシャンっていう感じなんで、ちょっとフィルムっぽさがあるなと思いました。だから僕はちょっと好みじゃなかったっていうのが、ちょっとね、個人的に残念だったところではある。でもこれはあくまで個人の意見なので、よろしくお願いします。デメリットに関しては、スペックに対してやや価格が高いところですね。で、これはですね、本体だけではなくて、レンズにも言えることで、まあ、もともと、まあ、一つもう一つデメリットで、レンズのラインナップが少ないっていうところがあるんですけど、しかもレンズの価格がやや高いんですよ。なんで、まあ、本体買ったのはいいけど、まあ、レンズいろいろ選ぶときには高いなって思うのが正直なところですね。で、そして、これもですね、手ブレ補正非搭載なので、まあ、動画撮るときやっぱり注意が必要ですよね。2のカメラ紹介していくんですけど、ソニー ZV-E10 の、カメラになります。で、スペックこちらになりまして、これも本当つい、最近発表されたばかりで、発売は9月になっています。なのでね、気になっている方も多いんじゃないかなと思います。ただね、やっぱりメリットも多いカメラですし、デメリットも一応あるので、ぜひね、気になっている方聞いてください。メリット、α6400 と被るところなんですけど、まあ、高速なオートフォーカスが使えますよと。そして豊富なレンズラインナップがあります。そして自撮りがしやすいバリアングル液晶を搭載している。まあこれメリットですね。Vlog に特化した、まあ、様々な、配慮された機能も魅力的です。そして何より価格が安いんですよ。まあこれ結構ね、嬉しい人多いんじゃないかなと思います。で、そしてデメリットに移りたいと思うんですが、手ブレ補正。アクティブっていう機能があるんですけど、まあ本当に手ブレ補正がこのアクティブっていうのは優秀で、本当にブレないようなものになります。ただね、これ 4K の、まあ、24フレームで撮影した場合に、まあ、画角が 1.5 倍クロップされてしまうんですよね。まあこれ結構デメリットです。で、しかもさらに 4K30p で30フレームで、撮影したい場合に関しましても、さらにそこから 1.2 倍画角がクロップされるので、その広角のレンズとかをつけたとしてもね、この動画でね、今組み合わせでやっているタムロンの、まあ、11-20mm の広角レンズもあるんですけど、まあ、このカメラも結局手ブレ補正アクティブにしてしまうと画角がね、急にクロップされてしまって、まあ、ZV-1 と同じね、24mm とかに結局なってしまうんですよ。なんでそこがね、ちょっとね、なんかクロップもうちょっとどうにかできなかったのかなっていう気は個人的にしてます。で、ファインダーが、非搭載な部分もデメリットの一つですね。やはり屋外の、撮影の場合には日差しが強い時があるんですよ。そうなった時に、まあ、やっぱ画面が見えないんですよ。もうモニターが眩しすぎて。なんで、そういう時にこう、ファインダーを覗き込んでね、写真を撮ったり動画でね、撮影をしたりとかするんですけど、やっぱりそこがないのは少しデメリットに感じますね。そして次、第1位のカメラを紹介したいと思います。富士フイルムの XS10 という、カメラになります。こちらのメリットですね、最初に紹介した XE4 と同じ、フィルムシミュレーション使えます。で、その他の部分のメリットとして、グリップやですね、カスタムボタンなど配慮された、機能的なデザインとなっています。豊富なレンズラインナップを使って、まあ、動画の撮影だったり、写真の撮影も広範囲に万能的にね、撮影できるのがいいところかなと思います。そして、今回の紹介しているカメラの中でも、手ブレ補正が最も強力なものとなります。まあ光学式手ブレ補正っていうものを搭載しているのと、プラス電子手ブレ補正も利用できるので、まあ、動画の撮影、まあ、Vlog に使うこともできますし、まあ、すごく優秀な、カメラとなっております。で、唯一ですね、デメリットを挙げるとしたら、まあ、オートフォーカスの性能が、まあ、ソニーのカメラであったりだとか、まあ、結構その高級なカメラですよね、20万とかする、まあ、それ以上のカメラに比べると、やっぱりちょっと見劣りするスペックかなとは思います。
ただまあそれを除けばほとんどね完璧なカメラと言ってもいいんじゃないかなと思うので、まあとりあえずねある程度の予算が出せるっていう方でほぼね完璧ベストなカメラを探している人はもうこの XS10 を買えばもう全く問題がないんじゃないかなと思います。はい、ということで APS-C のミラーレスカメラのランキングトップ5を話していったんですが、いかがだったでしょうか。自分にぴったりのカメラ見つかりましたでしょうか。どうしてもですね、こんだけこうスペックとかいろいろ載せたとしてもやっぱりねこう自分に合ったカメラって見つけるのが非常に難しいと思います。なのでね、まあ質問したい方とかあればねぜひコメントにね気軽にしていただけると全て回答していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、カメラの話だったり、まあ、たまに Vlog とかもアップロードしていたり、まあ、個人的にねコンテストとかすごい応募しているものなので、まあ、写真とかもねたまに紹介するかもしれないです。ぜひともですねこの動画がためになった方はね、高評価と、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。